なんで夏の真っ最中にこたつに入っとらにゃあかんのだ。ん？うわっ！ただいまーガキちゃん。ダーリン、なんだラム、四次元通路など使いよってどこで遊んどった。おゆきちゃんのとこだっちゃ。めっちゃ楽しかったなラムちゃん。ね、なんだこれ。風鈴樹だっちゃ。風鈴樹？あー、これでちょっと涼しくなるっちゃ。やあ。海王星のお土産だっちゃ。しかしこんな夜更けまでフラフラと気楽なもんだ。せっかくの夏休みなのにダーリンがどこにも連れてってくれないからだっちゃ。べー、ふん、他の女の子となら喜んで出かけるがね。うん、ダーリンなんか大嫌いだよ。エアコンのない我が家に史上初の冷房が。涼しいって、暑くないって素敵なことね。神様ありがとうございます。なあなあラムちゃん、海水浴行くんか。今日は学校の水泳大会だっちゃ。ねえねえダーリン、ビキニとワンピースどっちが好きだっちゃ。水着がどれだけ可愛かろうと中身が可愛くなければ意味がなかろう。くしかも夏休みにわざわざ登校して水泳大会なんてめんどくさいだけじゃん。ジャリテン、俺にも食わせろ。しかし外はやっぱりクソ暑いな。次どんなの。ダンちゃん、知らない。明るくおはようダーリン。二人は今日どんな水着？まさかスクール水着じゃないよね。もしかしてスケスケ。やだ、目つきがけたもの。ダーリンだね。うちの水着には興味なかったくせに。あ、ラムさん、おはようございます。なんで僕が。てめえ、水泳大会は全員参加だと言ってるだろうが。龍之介、今日まで日本男児として育ててきた父の心意気がなぜわからぬ。これを着用すればよかろうが。誰が海パンなんか履くか。俺は女だ。おい、購買は毎朝盛り上がってるね。というわけで今日は楽しい水泳大会である。どこがじゃ。なお優勝者には夏休みの宿題免除の得点が授与される。何？なぜそれを先に言わん。よっしゃー、やった。勝つのは俺だ。で、なんで？ん？プールじゃなくて体育館に集合なんだ。生徒の皆さん、水泳大会への道のりは次の通り。校舎や校庭に設置された障害物を乗り越えてプールにたどり着いてもらいます。なんだと。ちなみに危険者には漏れなく、夏休みの宿題5年分が進呈されるので覚悟するように。なんという卑劣な手を。この学校の教師が考えそうなことで。全員位置について、よーいスタート。やりゃいいんだろ、やりゃ。汗でベトベトする。触るな。ダーリンどこだっちゃ。踊るラム、玉取ったな。もう大丈夫だ。すごい、皆さんの闘志が湯気となって。というかこれは今日は忙しくなりそうじゃ。救護班は直ちに負傷者の回収に取り掛かれ。
やれやれ、スタート地点で半数以上脱落か。くそ、これのどんな水泳大会や。うわっ、ん、いい加減にしろ、遅刻じゃねえか。水着ごときでいつまでもうだうだ言っとるからだ、男のくせに。俺は男じゃねえ。これも障害ポイントなのか。こんな核爆弾くらいかいくぐってくれるわ。落ち着け、少し待てばすぐに収まる。なんでそんなことがわかるの。リュウちゃんのうちはビンボーなんだぞ。ただでさえ家具が少ないところに持ってきて畳を投げ始めたということは、すでに投げるものがなくなったということで。よし行くぞ。まだ襖が残ってない。貧乏で悪かったな。私は誰？どりゃいかん、忍さん早く。わあ、うわあ、暗いよ、狭いよ、怖いよ。お、よし、今の日だ。いきなり普通の障害物になったな。捻挫打撲22名、擦り傷、切り傷47名。さくら姉ちゃん。お、天下。それにこたつ猫におじ上も。なんや楽しそうやな、水泳大会。欲に目がくらむと人間見境なくなるものじゃ。ふぅ、色即是空、空即是色。励めよ、さくら。ラムさん、じっとしていなさい。今助けてあげます。どっから出したんだ。チャッチャッ。我ながら見事。こら、俺を避けるとはどういう要件じゃ。ん、そこにいたのか、諸星。なんだその殺意に燃える目は。今楽にしてやるからな。面倒くん、しのぶさん、止めないでください。でも殺人はいけないわ。千載一遇のチャンスなんです。こんな男は社会のためにもここで成敗しておいた方が。怪奇身の虫男攻撃。こう、あら、続けて恐怖の納豆講師。やめ、学者悪い、うん、こんなところでイチャついてる場合じゃないっちゃ。せめて粘ついとると言ってね。くそー、仕方ない、協力するか。
個人的な怨恨を公的争いに持ち込んでは不利だもんな。諸星面倒が貴様というやつはだ。これじゃ三角じゃねえか。待て龍之介、水着なしでどうするつもりじゃ。うるせえ、水着ならな。購買部からちょろまかしておいたんでい。いつの間に。カッカッカ、小賢しい真似などするかでじ。日本男児ともあろうものが。俺は女子だ。何が。そうなるんじゃ。いいから早く捕まらせろ。じゃあ勝手にするっちゃ。の、おい待てこら。わあ。真の勝負はこれからです。遊びに来てやったぞラム。ん、なんだこれ。風鈴じゅ。地球では風鈴樹がよく育つみたい。ラムは留守か。全部持って帰るしかないよね。え、障害物を乗り越え、よくぞここまでたどり着いた。これより水泳大会本戦を開始する。なお優勝者には宿題免除の他に特別に校長先生から祝福の口づけが与えられる。みんな頑張るように。どうしたみんな、若者らしい覇気がないぞ。アホかい。しなびたじいさんの口づけが欲しくて張り切る若者などおるか。ほり、第一種目水球始め。